はい、テニスファナティックスの小村です。今日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日なんですけども、実は、群馬県高崎にあります、清水善造メモリアルテニスコートというところに来てます。でここはですね、日本人で初めてウィンブルドンに出場された清水善造さんの名前を冠したテニスコートでございまして、非常にコート面積も多くです、綺麗なできたばかりの施設なんですけれども、今日はここで、前にですね、インタビュー動画載せたと思うんですけれども、それの、全国高3テニスチャレンジトーナメントの全国大会が行われているので、それの取材に来ました。今もこうして試合が行われています。いろいろとちょっとじゃあ動画を撮っていきたいと思います。じゃあ早速行ってきましょう。この日は日曜日最終日ということで、準決勝と決勝戦が行われたんですけれども、裏側のコートではですね、土曜日に負けてしまった選手も練習試合ということで、たくさん試合が経験できるように考えられていました。選手も皆さんも久しぶりの試合ということで、気合むき出しでね、ガッツポーズをする選手なんかもいらっしゃったりとか、逆に冷静にですね、淡々とプレーする選手なんかもいて、それぞれ個性があって面白いなというふうに思って見てました。この日はですね、群馬特有のいわゆる上州空っ風がですね、とても強くて、苦労した選手も多かったんじゃないかなというふうに思いますけれども、そんな状況でもね、すごい皆さん集中していらっしゃいました。僕なんかはですね、すごい風が強いのが嫌いなので、こんな日にちょっとプレーするの嫌だなとかいうふうに思って見てたんですけれども、皆さん本当に素晴らしい集中力でいいプレーをされていました。結果なんですけれども、男子は関東代表エバライス SC 所属の鈴木久典選手が優勝、北海道代表立命館啓翔高校の藤川雄志郎選手が準優勝ということでした。で、女子は関東代表修明栄光高校の重田夢和選手が優勝、関西代表京都外大西高校の西尾桃子選手が準優勝という結果でした。で、この大会はですね、9月10月で、全国10地区で予選大会を行いまして、そこから勝ち上がった選手がこの11月7日8日で、群馬の高崎市にある清水善造メモリアルコートで開催された全国大会に集結したということで、参加者はですね、なんと予選会も含めて359名の方が選手として、参加されたということです。はい。で、試合の様子をですね、もっとご覧になりたいという方もいらっしゃるかと思いますけれども、この大会は NTT ドコモさんの協力によって、予選大会も含めてですね、全ての試合が YouTube で配信されていて、今もですね、その動画視聴することができますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方も見ていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、大会の様子をね、ご覧いただいたわけなんですけれども、このコロナ禍の中での、大会ということで、そこには触れないわけにはいかないんですけれども、どういう対策が取られてかということで言うと、まずですね、入場者は選手とその家族2名まで、あとは運営スタッフ、大学スカウト関係者、あとメディア関係者ですね、に限られていると。で、会場入り口ではですね、体温測定と手と指の消毒、それから体調に関するアンケートが取られてたと。それとですね、ダイヤモンドプリンセス号の消毒作業を担当した、日本特殊清掃隊の監修のもと、試合会場のですね、いろんなフェンスとか手すりだったりとか、あとは試合ごとのベンチなんかもですね、毎回必ず消毒を徹底されているというようなところもですね、きっちりと対応されてたかなと。というところで、いわゆるコロナ時代における
まあ、テニスの新しいモデルケースになるんじゃないかなというような、そんな感じもしました。で、やっぱりこの大会がすごくまあ特徴的だったというところで言うと、まあ、本当にね、いろんな多くの皆さんからのサポートが、まあ、あったということで、まあ、さっき申し上げた通りなんですけれども、まあ、NTT ドコモさんの、まあ、支援によって、まあ、各コートにですね、まあ、スマホがですね、まあ、設置されていて、まあ、ちょっと、これ、まあ、見ていただけると、わかるんですけども、まあ、各コートに2台、スマホがですね、あって、まあ、1台は、まあ、YouTube 用なんですけれども、もう1台は、スポライブというですね、配信サービスがあって、まあ、これがですね、試合の動画だけじゃなくって、まあ、スコアも同時に配信ができたりとか、あるいは、その、どっちの選手をこう、応援するみたいな、こう、投票機能があるような、そんな、ライブ配信サービス、だったりとか、用の、まあ、そんな、スマホも、ありましたと。で、あと、まあ、NTT さんもですね、いらっしゃってて、まあ、光回線を引いてくださって、で、あと、まあ、無線の Wi-Fi、ルーターも用意してくださっててですね、まあ、安定した配信が、まあ、実現できたんじゃないかと、それで、と思います。まあ、あと、なんといってもですね、まあ、まあ、さっき言った、スポライブでも見ることできるんですけれども、なんとですね、まあ、男子決勝は松井俊秀プロ、女子決勝は藤原理香プロがですね、まあ、解説を担当するというね、で、これ、実況席の風景なんですけれども、ワウワウなんかでね、おなじみの吉崎アナが、まあ、実況を担当されていて、まあ、すごい豪華ですよね。これは試合の合間に、松井プロがですね、まあ、自身の動画撮影用に、まあ、保険にね、高松くんを、まあ、取材してるところだったりとかするんですけど、まあ、高校生の大会で、まあ、実況とか解説がつくなんていうのは、まあまあ、ないわけですよ。まあ、すごいですよね。まあ、コロナでまあ、大会をね、運営するだけでも大変なのに、まあ、なんだろう、大人の本気をですね、まあ感じましたよね。大人がまあ高校生に対して、まあ子供に対して、まあ夢を叶えさせてあげたいということに対する大人の本気度を見せつけたような、そんな大会だったんじゃないかなというふうに思います。本当にすごいですよね。まあ、発起人のね、まあ高松くんの高松さんの思いから始まって、ね、準備から今日まで、まあ、半年近くかかったわけですけれども、まあね、なかなかできないことだと思うんですけれども、こういうことを、まあ、志一つで、やり遂げればですね、まあ、その、松井プロだったり、藤原プロの、まあ、心を動かしたっていうところもありますし、ね、本当に150名ぐらいの方のボランティアスタッフにも協力してもらったみたいなこともあったみたいなので、やっぱね、テニスっていうコンテンツはいいですよね。ただ単に見て楽しいだけじゃなくて、まあ、こういったところでもね、すごく感動する部分もあるし、ね、ぜひですね、まあ、こういった大会が、まあ、行われたということをですね、たくさんの方に知ってもらいたいなというふうに思いますので、まあ、この動画もね、できればいっぱいシェアしていただきたいと思いますし、まあ、よろしければですね、こういったことも含めて、たくさん情報発信していきたいと思いますので、チャンネル登録していただいたりとか、いいのボタンを押していただけると、本当に、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。今日の動画は以上になります。ありがとうございました。